この箱はジャンボさんお手製です。この人が、ね、自分のばっかりやってる間に、あ、これは自分のじゃねえや、これはホワイティとホワイティ頼むときは直接来い。なんか1日来るって言ってましたよ。なんで来なくていいよこんなコロナのときに。いや、質問やろうと思ったけどもう時間だから。まだ6時だったよ、ほら6時。いや、気のせいだ。さっと帰ろうかなと思ったんだけど、違うの、今週のね、試合がね、おっさまさだもん、ちょっともう、いや、誰もそんなとこ見てないから今週の試合がね、女子はニトリじゃない、はい、小樽でね、はい、で、高校生たちは要は夏の甲子園と同じ夏の緑の大会っていうのがあるんだよ、ゴルフはね、はい、それにほとんど出てるんで、あとあれだね、大学生、日本学生とか、女子学生っていうのがあるんだけど、それがもう今週やるのよ。でプラスアルファ、女子の方は、プロテスト、今年のね、プロテストが、まあ、先週ぐらいから始まってるらしいんだけど、こっちの関東近辺でまた始まったんで、そこにも、まあ、名前は言わないけど、3名か4名出てるんだよね。今知ってる人も知ってるんじゃないですか。まあ、知ってる人はあの名前見りゃ分かると思うんだけど、一応そういうスケジュールで、今週は試合やってます。で男子は今週はあれか、KBC か。ちょっと名前は忘れちゃったけど、KBC オーガスタじゃないんだよね、今ね。なんか、いろいろありますよね。ね。で、それが、ケアゴルフクラブであります、ということで、まぁ、ちょっと、YouTube の整理をね、もうそろそろだなと思ったんで、整理をしてたら、動画が、出してない動画が、なんと20本近く出てきまして。なんか、これも意味わかんないけど、でも、時差投稿になっちゃいましたね、2、3年、ね、時差投稿っていうか、まあ、とんでもない時差だよ、3年前とか4年前のだからね。だからそれをしばらくちょっとポンポンポンと出していきますというお知らせを込みでね、この短い3分動画にまとめて、僕撮らなくていいですってで多分皆さん大好きな自分のばっかしシリーズ、これ多分ぼちぼちとまた出てくると思いますんで。いや大丈夫、もう決まったっす。昨日のプライベートラウンドで、でもなんか今日もサンドウェッジ4、5本持ってってなんか練習してたよね。あれゴールド着さず行きましょうよ、すっげえから。いやだからそういうお前が一回回ったところはもうどこまでも逃げるから嫌なんだよ行くんだったら2人とも行ったことないとこ行こう。逃げれないです、逃げれないです。いや逃げるでしょ、OB があるから。いやスプーンで逃げるでしょ、クリック俺の上手を言ってたよまあアイアンじゃないだけな、ということで今週のお知らせですということで、動画は昔の動画をちょっとしばらく上げますんでということでいいね。じゃあドクター知らないコース決めてくださいよ。はい、あっちの方結構ある。いや違う、だから今年お前1回ぐらいキャディ行けよ。え、キャディ行けよ。でキャディ行ったら次 の月曜日に勝負、あれだから YouTube 撮ろうよもうそうじゃないと、お前ここまで仕上げられたら俺もうお前に太刀打ちできないからでも視聴者の皆さんが僕が倒すの見たいのか倒されるの見たいのか。いや倒されるの見たいんだよ。あ、そうか、だから月曜日なんだ。そうだよ、だからもうヘロヘロになった時に、だから唯一ね、いい勝負で、いい勝負できたのが、要はまだお前とダブルス出てる時に龍ヶ崎でしょ。そう、知ってますよ。あの時のヘロヘロになってる小暮が、まあでも小暮あれでも2オーバーぐらいで回ってんだよ、ヘロヘロのやつ。ヘロヘロでなんかごまかしたやつでしょ。そうだ、でも俺も2オーバーだったんだよトータルごまかしゴムグラム、あれはね小手先の、うん、いやでもいつもそうじゃん。だからまあちょっとキャディーをやれよ、まあ、それが本職だろう基本だからその後ね、キャディー行って帰ってきて次の日のねラウンドをちょっと俺考えてますんでよろしくお願いします。